スユキです。お願いします。Thank you.
私がギターボーカルでバンドに、おつかみずのライブに出た初めてのバンドです。はい、そして、バンドでオリ曲がやりたいっていう夢を叶えてくれたバンドです。そして今この4人にとってキスイキというバンドが大切なバンドになっていることを感じていて、それがすごく嬉しいです。今日この場所でやるのが最後っていうのが本当に信じられないんですけど、最後まで楽しんでやるので皆さんにも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後までよろしくお願いします。
ちなみにこの曲を作ったのは桑原くんです。これは、まあ、僕の、まあ、引退バンドっていうところで話したいなと、ね、うん、大丈夫、話したいなと思います。まずは、見に来てくださった、先輩方や、同期、あと、後輩の皆さん、本当にありがとうございます。なんかすごいなんかすごいなんかあっという間すぎてなんかどうしたらいいのか分かんないですけど、そうですね、まあ、まずはそうですね、まあ最初で最後の鳥っていうことで、まあ、鳥にしてくれた、はるか君に、感謝したいと思います。そうですね、僕は、まあ、高校の時に、まあ、ちょっと、まあ、ギターを、まあ、趣味ぐらいでやってて、で、まあ、それで、まあ、大学でちょっと音楽やってみたいなって思って、バンドをやることにしました。で、まあ、1年生の時に、まあ、一応オパスにはいたんですけど、ちょっとよ、まあ、4ヶ月ぐらいちょっと幽霊部員でだったんですけど、でもある時、まあ、2年生の、まあ、サマコンの時に初めてバスの、ライブに出演したんですけど、その時はあんまり、まあ、知らないっていうかあんまり見ない顔にもかかわらず、本当に、まあ、先輩方や、まあ、同期は本当に温かく歓迎してくれたのがすごい印象的です。まあ、まずは、まあ、同期に向けてなんですけど、本当にこんな僕を、受け入れてくれて本当にありがとうっていう気持ちです。あ、すごいですね、なんかたくさんの人がこんなに集まってくれるのも本当にもうまさかこんなに集まってくれるとは思わなくて、ちょっともうなんか驚きの気持ちがいっぱいなんですけど、はい。で、まあ一応、まだ今年から、まあ初めて、まあ固定バンドをこの奇跡を見て始めて、本当に奇数域がなかったらオリジナル曲やれてなかったし、本当にバスでしかできないことをやれたっていうのがもう本当に悔いはないです。ありがとう。そうですね、あとはそうですね、まあ、後輩たちも、まあ、2年生はあのちょっと僕はあんまり新刊来れなくて、まあ、そのなかなか、まあ、関わる機会っていうのが少し減ったかもしれないんですけど、もう本当にもう頼りになる後輩2年生たちで本当に、仲良くしてくれてありがとう。じゃあ、まあ最後に、まあ、1年生に向けてメッセージ。本当にあんまりそういう感情とか表現しないんですけど、本当に、可愛い1年生たちばっかりで、本当にもうそうですね、なんかすごい本当に、なんて言おうと思ったんだっけな忘れちゃったんですけど、いや本当にもう全員がこうやって本当に
最高の、形で、まあ、引退を迎えられて本当に嬉しい限りです。で、最後になりますが、まあ、これからもなんですけど、まあ、引退してからも仲良くしてほしいなと思います。それでは、締めの言葉とさせていただきます。ありがとうございました。アンコール。
桑翔さんの後に喋るのちょっとあれなんですけど、ちょっと喋ります。さっきの曲は、俺が3年生、引退する3年生に向けて作った曲です。見たらわかるよ。さよならっていう言葉はもともとさようならばっていう接続詞で、今日はいい一日でした、さようならば明日もいい一日でしょうっていう、その終わりの言葉じゃなくて、未来の言葉だから、一旦ね、引退しちゃうっていうのは事実なんで、一旦ここで一区切りということで、さよならっていうのをあえて言葉にして、まあ、またね、さよならばその次をみんなと一緒に、皆さんと一緒に、できたらいいなと思います。本当になんか初心者のね、ドラムがこの傲慢だった本当にやらせてもらって本当に恐縮です。ありがとうございます。本当にありがとう。最後は奇跡の始まりの曲で終わりたいと思います。深夜東京。